応用言語学とは言語と個人、社会に関わる問題を発見し、調査し、解決策を提供する学際的な分野である。理論言語学が言語の構造を対象としているのに対し、応用言語学は言語に関する人間行動をマクロ的に捉えている。応用言語学に関連する学問分野として、 教育学、心理学、人類学、社会学などが挙げられる。社会言語学や社会心理学に関連した分野が多い。など、応用言語学は欧州及び米国を起源とする。米国において、応用言語学は構造言語学からの洞察を、まずは学校教育における英語教授に、ついで第二言語教授を呼び、 外国語教授に応用するという狭い範囲から始まった。言語教育への言語学の応用的手法は陸軍専門訓練計画の礎を築いたレナード・ブルームフィールドによって最も精力的に広められた。また、1941年にミシガン大学にて英語語学研究所英語を設立したチャールズ・シー・フリーズによって1946年に1、 学問として認識され、1948年には、ミシガン州の研究会が、ランゲージラーニング、A j ジャー n ルオブアプライドリングイスティクスを発行した。こうして、言語問題への関心を主とすることによって、応用言語学は、社会的責任を担う役割を維持し、次第に国際的学問へと、急速な発展を遂げた。当初は、 言語学を基盤とした原理及び実践とみなされ、少なくとも当該分野の外側からは、言語学の応用だと考えられていたが、1950年代、後半の生成言語学の出現に伴い、言語学の対象範囲の狭まりに対抗する、動きの一環として確立された。1960年代になると、実社会における言語的課題に関わる。 言語学の学際的研究分野として独自性を確立し、言語評価論、言語政策、及び、第二言語習得も含む分野へと拡大していく。1970年代には実社会における言語、関連問題の解決を含む、問題主導の分野になり、1990年代には、批判的研究及び、多言語使用を含むまでに拡大し、最終的には、 言語を中心的課題とする実社会上の問題の理論的及び経験的調査へと移行した。国際応用言語学会は1964年にフランスで設立され、アソシエーションインターナショナルでラングスティークアプリケーとして知られている。アイラは30カ国以上が加盟している応用言語学会では世界最大の国際学術会議である。 オーストラリアの応用言語学は母語教育と移民への英語教育の応用言語学を対象としている。オーストラリアの伝統はイギリスよりもヨーロッパ大陸やアメリカの影響を強く受けている。オーストラリア応用言語学会は1976年8月に開催された応用言語学者の全国大会で設立された。アラは、 ニュージーランド応用言語学協会と共同で年1回の年次大会を開催している。カナディアン・アソシエーション・オブ・アプライド・リングイスティクス、L ・アソシエーション・カナード・イエン・でラングスティーク・アプリケは約200名の会員を要する2カ国語の学術団体である。カナディアン・ジャーナル・オブ・アプライド・リングイスティクスを発行し、年に1度の学会を開催している。 アイルランド応用言語学協会は1975年に設立された。アイルランド語で言語を意味するテアンガという雑誌を発行している。1982年、国際的な規模での活動を行うため、大学英語教育学会の中に日本応用言語学会が設立された。1984年には国際応用言語学会に加盟した。 ニュージーランド応用言語学協会は雑誌ニュージーランドスタディーズインアプライドリングイスティクスを発行しており2010年からはオーストラリア応用言語学協会と年に一度の年次会議で協力している南部アフリカ応用言語学協会は1980年に設立された現在さらにはサザンアフリカンリングイスティクス アンドアプライドランゲージスタディーズジャーナルを含む4つの出版物がある。英国応用言語学協会が1967年に設立された。その目的は合法的な事前的手段を用いて言語使用言語習得、言語教育の研究を促進し、この研究における学際的な協力を促進することにより教育の発展を図ること。バールは 年次大会を主催しているだけでなく、特別利益グループが主催する多くの小規模な大会やイベントも開催している。アメリカ応用言語学協会は1977年に設立された。あるは通常3月、または4月に米国、またはカナダで年次大会を開催している。主な分野の雑誌には、応用言語学年報、応用言語学、 国際応用言語学レビュー、国際応用言語学ジャーナル、ヨーロッパ応用言語学ジャーナル、言語学習、テッソル機関誌などがある。この応用言語学を疑問視し、多角的に捉えている、学問領域に批判的応用言語学がある。現代言語学はそもそも記述的であり、批判的な教育と相反するにもかかわらず、 言語学理論を言語教育に応用しようとしている、応用言語学への批判的議論である。応用言語学の枠組みで、言語教育を行うと、学習者は非政治的、非経済的な環境で言語を学習することになり、言語帝国主義などを無意識かつ無批判に受け入れる、社会を作り出す、という指摘もある。応用言語学者を参照。ありがとうございます。